ちは。こんにちは。こんにちは。さあ今日は、はい、ゲストは元プロ野球選手ではございません。はい、はい、琉球風水師のシウマさんです。ね、はい。まあ簡単に言えば、はい、どういうことなんですか。まあ、簡単に言うと、まあ、統計学を使いながら、ね、で風水術を使いながらっていう形なんですけど、はい、まあ、琉球風水って琉球がついてるので、うん、で琉球風水っていうのはもともとチリ氏、はい、チリ氏あのチリですよね。そうです、チリ氏ってあの髪のチリ氏じゃないですよね。僕らは言ってたら思い出したチリ、そこのチリ氏使いなさいとか言ひいおばあちゃん言ってました、ちょっとチリ氏取ってって。なんでお前ひいおばあちゃんやん俺はお母さん世代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 チリ氏って言ってそれが出てくるのが世代ですよね。そうですよね。チリ氏って言って言ってました沖縄でも。あのあまり情報が出てないんですよ、チリ氏。あ、そうです、チリ氏。どっちも分かってくれるんじゃない。チリ氏ね、はいはいはい、っていうのがあって、でその土地、その場所の環境を見て、はい、その人が住みよいことを作っていくっていうのがあって、でそれを人に当てはめて、その人がどういうふうに動いていけばこの先良くなるかっていうことを提案していくのが琉球風水師ですね、はい、基本になるものは、はい、やっぱ生年月日とか、うん、名前の自覚とか。そうですね。そういうことですか、はい、なるほどね。でも あれでしょ、プロ野球選手で見てた人がいるんでしょう。そうですね、見てたという現在進行形でまだ見てる。あ、まだ見てる、はい、はあ、で誰ですか、言っていいですか、言って大丈夫、はあ、で本人からも言われてる。あ、なるほど、はい、誰ですか。ロッテの角中選手です、ね。おー、はい、角中って言ったらもう首位打者2回取ったんですかね。そうですね、その2回目の時に始めまして、その前年度にお会いして、全く別のところからのアプローチだったんですけど、で話し合うことになって、でこういうことをやってますって話をしたら、じゃあちょっとやってみようっていうふうに言ってくれて、でそのアドバイスをしたんですね。まあ、どういうアドバイス？リストバンドの色だとか、アームガード、フットガードの色。リストバンドの色って何にしたんですか？その人に合う今年のラッキーカラーとか、勝負強くなるカラーとかっていうのを。その時は何色だったんですか？ピンクって言ってました。ピンクにしたんだった、多分そうですよね。聞いた時ピンクにしたんですよ。そしたら首位打者その年取ったって、角中選手。僕のラッキーカラーって見えますよね。見えます。いやいや、ラッキーカラーって俺ね、大事だと思うんだよ、はい、さあハンカチ一つ入れるにしても、ラッキーカラー入れてるのと入れてないのじゃ落ち着き方が違うの。あ、そうなんですか。そう言われると、俺は毎年変わるんですね。毎年変わるんですね。私は青って言われました、はい。で番号、そうなんです。だから青で11っていう数字って言われたら、もうそこはあの携帯の画面に11って入れたりして。僕は分かりますよ。今年でいいですか。カラー、はい、今年だったらオレンジです。オレンジ、いやだからなんかオレンジのものを持つんです。みかんとかいつもカバンの中にアメちゃんみたいな感じで。なぜみかんなんですか。オレンジ、うん、オレンジと数字は何ですか。今年で言うと32です。年みたいな感じです、はい、オレンジとだいぶ30。だから今面白いというか、この流れで角中選手も携帯待ち受け画像を今年のテーマに変えたりとか、数字を動かしたりして首位打者取ったんですよ。でその時毎月頭にメールを僕送るんですよ、うん、こうした方、技術的なことではなくて、体どこどこ気をつけてとか、サングラスやってとか、あとは初回とか1打席目2打席目にチャンスが多く来るよとかっていう話をずっとしてたんですよ。それをやって、それを素直に実践したら、その年首位打者、最多安打、ベストナイン。やっぱね、野球選手って俺も一時期そういうことに頼ってたことあるけど、やっぱり1球目とか2球目よりも3球目の方が集中力がマックスに来るよとか、そういうアドバイスを受けたことはある。いや、そしたらやっぱそこに集中しようとするから、はい、結果良かった時があった。あ、そういうのあるんですか。やっぱね、野球選手とかやっぱ勝負にこだわってる人って多いですよね。使った方がいいです。ですよね、はい、物理的に目に見えるものだけで同じレベルになった時、今度目に見えない力を使った方が圧倒的に超えるじゃないですか、はい、なので絶対使った方がいいです。そうですね。で、豊かさん世代でいくとドームってほぼないじゃないですか。なかったです。なので土の状態、芝の状態、天気の状態で変わる、変わりますよね。すごい変わるので、でそういう琉球風水っていうのはそこも見ながらの先読みをするので。なるほど。なので風水師、野球部って結構向くはずなんですよ。あ、風水師なんですか、はい、結構先読みをしたりとか状態全部見たりするので、
女性の結婚とか見れます？女性の結婚はあまり見ないです。見ないね、はい、見たくはない。いやいや、隣にいるから見たくないんだ。いやいやいや、お前だから見ないんだよ。もうちょっと若くて20代だったら見てあげようと思うけど、お前もう勝手にしろみたいな感じでしょ。もう知らないと。そうだね、それで勝手にと。そうですね、そこは切り開いていくんで、仕事もただ今年すっごいいいって言われて、はい、去年の後半あたりから良くなってくるって言われたのがちょうどこの YouTube も豊さんと一緒にやり始めた頃だったので、確かにそれは当たってるんですよ。でも後々ちょっとコンビがどうなのかっていうのを見てもらうから。なんだ。まあでもあの最初はパ・リーグのね、はい、あの予想からいきますか。はい、いきましょう。どういきますか、下から行くのか上から行くのかとか。やっぱ上からかな。え、上から下から行く。下から行きましょうよ、はいはいはい、それか5 6位か、あ、5位から行きません？ 5、4、3、2。 なんだよ、そんなの分かっちゃうじゃん。もう分かんないですよ。 5、4、3、2 で最後首位と最下位を。首位と最下位はもう分かってるよ大体。いや分からない分からない。だから中途半端なんだよ、結婚できない。違う、もう最初からトップ行きとけっつうんだよ。違う、そしたらお前結婚できんのよ。お前なんか中途半端のとこから行くからお前なんかおかしくなっちゃうんだよ。そういうとこあるでしょ。ないですよね、豊さんもそのぐらいみんなにストレートに分かりやすくなってもらえればね。ねえじゃねえ。じゃあ5位からで。あ、5位から、ね、はい、はい、じゃあパ・リーグ5位いきます、はい、パ・リーグ5位はロッテです。ロッテ、はい、で、あのちなみに僕のこの見た順位は、はい、監督の運気で見たんです。監督の運気ね、はい、やっぱあのチームにおける監督の運気って、はい、何パーセントぐらい影響力ってあります？ですね、6割あります。6割もあるんだ、はい、で、あの高校野球になるともう8割になります、はい、ですよね、はい、っていうぐらい監督の影響力っていうのがあるので、はい、で今年のもう本当に監督の運気でいくと、すいませんがロッテ5位になっちゃいますね、はい、まあ、それはしょうがないね。そうですね、監督のね、元気もありますから、はいはいはい、で、4位いきますね、はい、4位が楽天です。おー、4位楽天、楽天です。え、もっと上行くかなと思ったんですけど、ね、いや、俺楽天は、まあ言えば優勝予想はしてるんだよね。おー、じゃあ監督の運気が4位にさせてるってことですか？そうですね、で、ちょっと若いなっていうのがあって、監督の年もある。監督のこの、三木さんの運気からいくと、はい、もっとあと10年20年で5に監督してたらすごく強くなるっていう、まだ少し若いかなっていう。で、今年の運気は若さというよりかはどちらかというと経験値のある人たちの方が上に行きやすいっていうのがあるんですよ今年は。はい、なるほど、っていうのがあるので、まあいろいろ開幕も延期になったりとか、はい、いろんな対処をしていかなきゃいけないですもんね、そうですね、今年はね、予選会のこともあるので、でオリンピックがあったら、はい、中断期間もあるしね。あ、なるほどなるほど、はいはい、で、第3位、はい、西武ライオンズです。西武です。おお、あ、3位になるんですか？西武は3位です。いや、ちょっと待って、はい、何がびっくりしたよな。いや、ほら、毎年結構優勝っていうイメージがあったので、あ、3位かと思ってしまって。思ってしまった。はい。なんか臭い芝居するな。いや、本当にもう最高と思って。そうなの、はい、これ、はい、なるほど。これは理由は、辻、そうですね、辻さんですね。同級生なんですよ。はい、あの先ほどデータをいただいたので、はい、運気が高いんですよ。高い。で、あの選手の入れ替えしてるじゃないですか、はい、あの主力が抜けたりとかして、はい、で次の若い世代が入ってきたりとか、はい、っていうことのちょうど入れ替えをすると運気が上がっていくっていうところがあるので、うん、サイン。あ、それがなかったらもうちょっと下がってたっていう可能性がありますね。だから辻監督の運気で3位を保てるということです。そうです。お、すごいですね、はい、それ考えると、はい、いや本当に、うん、はい、そして2位です、はい、オリックスです。いや、お前失礼だなお前。俺もここまで出てきたけどお前止めたらなお前。お前ええー、ってお前優勝じゃないのじゃないだろ、いや、まさか。お前は失礼なやつだなお前。いやいや、これは AJ じゃなくて西村監督のってことですね。そうですね。で、経験値もありながらと今までの多分固定概念みたいなのを全部削っていく、クリアにしていっていくのかな。いや選手はいるし、ピッチャーいい、はい、いいですよね、いいですね、はい、っていうのがあって、でバリバリメジャーリーガーだった選手が今度入ってますよね、うん、はいはい、この選手がどう、ちょっと前に楽天にも来ましたよね、数字に現れないけどどう貢献していくかっていうのが一番のポイントになってくるので、一生死に方
いやいや本当ですよ。いやいやチームのリーダーになっていければいいなと思ってて、その影響力がある選手だと思うんだよ。AJ が。AJ が。ああそうなんですね。だからもうその選手をどんなに成績が良くなくても使っていられるのかっていうのも結構ポイントになってくると僕は思ってます。ああでも使うでしょうね。なんかお前ええー、っていうのが失礼だからもうちゃんと謝っといた。全然監督すいません。いや僕もごめんなさいですよ。もう予想してますけど。さあ、そういやもうそしたらさ、1位と最下位は分かるでしょ。まあ、残りソフトバンクなのか、うん、日本ハムなのか、分からないですよ、監督の運気で。いや、普通、うん、まあ、俺らが野球やってるから、うん、ソフトバンクが1位で、うん、日本ハムが最下位っていうことになっちゃうよね。うん、ソフトバンクが最下位になるって言ったら、はい、多分そう出たとしても、うん、えー、って変えると思う。予想覆すと思う。もう風水倒やらない。いやいや、だって野球経験者だから。まあそうですよね。はい、じゃあ発表してもらおう。はい、はいはい、まあおっしゃる通りです。一応ソフトバンクですよね。そうなりますよね。これはもうなんですかね、野球経験者入れます、どうしても。ちょっと入ってしまいました。入りますよね、ここは入ってしまいました。残念ながら。でも工藤監督の運勢もいいと。そうですね。あの変動させるっていうのが結構得意で、でずっと怪我人怪我人でも2位とか優勝とか、はいはい、ずっとこう3連覇してる、ね、日本シリーズ3連覇してたりとかするので、それもまた生きてくるんですよ。なるほど。その経験値っていうのが。なので1位だなと。で、最下位の日本ハムの栗山さんがパ・リーグの監督さんの中で一番運気が低いんですよ。今年は。今年が。うん、なので6位になっちゃいますっていうことです。はい。伊藤さん、どうですか。風水で今買ってきましたけど。楽天がちょっと意外だったかな。うん、いや俺は1位を予想してたんで、うん、あれだけの、まあ、戦力と、ね、あのピッチャーも揃ってきてるし、揃ってますね、うん、だから、まあ、そこまで低くなるかなっていう思いはあったけど、6割が監督運気で、はい、残りのじゃあ4割はやっぱり選手。選手もあるんですけど、今年の運気に限ると、まあ、これセ・リーグにもなってくるんですけど、はい、抑えがしっかりしている後ろ。あ、後ろなんですか。後ろがもう結構ポイントなんですよ。へえ、まあ、ソフトバンクは誰がやったっていいもんねってなるんですよ。いや本当に。そっか、はい、森はいる、サファテは戻ってきてる、はい、岩崎はいる、はい、誰でも候補としたら上がりますよね、はい、じゃあ各チームの、はい、もう後ろがしっかりしてくればこう上がってくる可能性もかなり高いです。後ろをどう作るかっていうのが本当に今年の全チームのテーマ。だから後半にかけてドラマが起こりやすい年になっていく、はい、っていうことですよ ね、 はい、だから松井裕樹なんか先発持っていったけど、うん、あれあのまま固定で抑えでよかったかもわかんない。そうですね、どちらかというと、はい、っていうぐらいの方がいいです。そうなんですね、うん、あとなんかこう佐々木朗希がいるじゃないですか。はい、いますね。あれってどう思います。運気自体は高いんですよ、はい、であとはもう使ってくれるかどうかですよね。あ、大事に仕事してますもんね。っていうんじゃなくてもう実践でこう作り経験させる、はい、の方が伸びていくだろうなっていうのがあります。なるほどね、はい、彼の適性はどこですか。先発とか後ろとか理想で言うと後ろなんですけど、理想でいくとやっぱ後ろなんですね。圧倒的後ろです。その1イニングを全力で投げさせた方が打たれないですからね。あ、そうなんですね。さ、当たってますね。でコントロールもちょっと当たってるんだよ。お前俺までお前裏返しするなっつんだよ。当たってるんだよ。俺は計算とか見た目とか経験値であれしてるんだから。そうです。一緒の裏返しのそうですか。そんな方ゲストでみたいな。自分のことは全く見えないけどね。そうですよ、人のことはよく分かるけどね。だからできるだけ後ろで使うの方がまあ理想ですけど、多分頭の人たちの経験っていうのも覚えるのいいかなと思います。高校時代結構投げさせてもらってないじゃないですか。そうですね、成長期もあったと思うので、はいはいはい、なので体ができていく過程の中でのちょっと体をいじめるっていうことをやっていった方がより大きくなります、ね。なるほどね、大事に大事に育てすぎると分からなくなる。若いうちから経験を積ます方がいいっていうのが、佐々木君の
特徴でもある、まあ、人は環境で育つっていうことですよね、はい、大事にしてファームで体作ってっていうよりももう厳しい環境に放り込んだ方が吸収力がある子なんでしょになりますね、どっちかというとそうですよね、はい、高校時代逆にずっと常連校でやってたら逆になりますけど、うん、その経験値がない分、うん、いきなりも厳しいところに行った方がいいです。なるほど。奥川君とはちょっと違うですね。奥川君はじっくりしててもいいけど、そうですね、佐々木は早く使えるという。そうです。なるほどね。なんか納得ですよ。そうですか。はい、じゃあ次回は本当セリーグの順位予想を。そうだね、はい。いきなりメジャーには飛ばないからね。いきなりセリーグ飛ぶ。お前そんなマジマジ次はセリーグって分かってるわって。分かってる。なんか今日はツッコミが厳しいからね、今回は。なんか厳しいですね。なんだろうな、今回は。はい。はい。